目立つでしょう。まあ、あの実場からスラッチ降りて2畳も2畳以上まで歩いたけど、すごいね。フラッて行く距離でもね、なんか2キロぐらいあって、2キロぐらいあるね。で、あの2畳以上も30分ぐらいで見れるのかなと思ったら、すげえ広いの。そう、アンディさんがいらっしゃるから、その分の面白いところとか
かも出てるけど、うん、まあ最後に行った場所とかはね、ピナス言ってるから、新興坊にね、うんうん、行ったところとかは割とこうちょっとうるっときて、そう、うん、なんか今回はその喜怒哀楽をしっかりつけようっていうね、そうですね、本当にあの岩手のいいところを紹介してきた、まさにそんな感じでしたね、うん、あの本当にやっぱいいね、いいね、なんかあのフラッシュの隣に並ぶと、うん、そんなに違和感ないけど、あの普通に街っていうとやっぱりどう見ても、ね、あの楽天の外野手でしょ。こちらをゲットしていただきたいと思います。ね、は